本日お話を伺うのは NPO 法人食用昆虫科学研究会理事長の佐伯慎二郎さんです。佐伯さんは2020年9月16日においしい昆虫記という5本を発表されました。ご著書についてお話を伺います。本書の中では食べられる昆虫と食べられない昆虫、食べておいしい昆虫とおいしくない昆虫などが分類されています。バッタはおいしいけれどカマキリはおいしくないといった話には驚きました。また食べられる昆虫とそうでないものは外見の印象からでは判別がつかないものですね。味に関しては結構種ごとで異なるなというもので、種ごとで似てる部分もあれば違う部分もあるなと思います。カマキリも最近ラオスで食べたもので美味しいものを見つけたので、さらにこう奥が深いなと思ってます。で、外見の印象だけでいうと、その毒々しい見た目の昆虫の中にはそのベイツ型擬態と言われまして、実際に毒があって毒々しい見た目をしている昆虫と、実際には毒がないのに毒々しい見た目をしている昆虫のに分けられるんですね。そうするとその見た目毒々しいけど全然毒がなくて美味しいタイプがいくつか、私自身食べて見つかっています。でそうすると他の、鳥とかネズミみたいな捕食者はそれは知らないわけなので、毒々しい見た目をしていて捕食者に食べられにくいけれども実際には毒がないというのは結構伸びしろとしては有望なわけですね。はい。でそうすると見た目で食べないという判断がどうしてもできなくなってしまうので、必ず見た目本当に食欲湧かないなと思いながら、一応毒があるかの文献を調べてないっていうことになれば味見をするということをしています。やはり文献で毒がないことを確認してから食べるのですね。はい、同じ、グループ、ファミリー、必ずその、記録をするので、学名までは同定して、その学名とその禁煙種で毒があるかどうかっていうのを文献を調べて、毒があるという文献がなければ、とりあえずは味見をします。はい、で、違和感があったり、明らかにちょっとおかしいなっていう味があったら、テイスティングだけして吐き出すということもしています。セミの燻製について書かれているくだりでは、その美味しさについて、簡易燻製を口に入れると食べ慣れたベーコンのような香りが鼻を通り、ガシッと噛むほどにセミの抜け殻を破り抜けてプリッとした筋肉の食感が口の中で暴れる。セミの体内には長年吸った木の汁の香りが充満していて、そこからほろ苦さとともに圧倒的なナッツの香りが口の中に広がっていく。おいしい、もしかして昆虫をモチーフにしてウインナーが作られたのではないかと思えるぐらいに、燻製セミはレシピとして完成度が高いといった記述があり、大変食欲をそそられました。普通の人はこんなに上手に味を描写できないと思うのですが、食レポのスキルはどのように学ばれたのでしょうか。やっぱり研究では客観的なそのデータを取っていくという、作業になっていくんですけども、虫ソムリエの道の方ではかなりこう主観的な個人の気持ちの部分も入れておこうと思って、そういう食レポの部分も自分なりに工夫して、作っていったものです。でルールとしては他の昆虫を昆虫の味の描写に使わないという感じですね。例えばですけど、セミの味を描写するときにギンヤンマの筋肉と近いこう甘みがあるみたいなことを言っても伝わらないので、実際似てるんですけど伝わらないので、昆虫以外の食材 の, 描写をするというルールにしました。で、その後昆虫 の, その茹でて昆虫の味見をして記録をしていく、スコアをつけて記録をしていくという活動も始めたんですけど、その時に昆虫の味を構成する要素は何かって考えた時に、味、香り、のど越し、見た目、伸びしろということで5項目 の, スコアリングをするようになったんですね。で、そうすると、先ほどのセミのに関しても歯ごたえ、テクスチャーです。テクスチャーと、香り、味、それぞれ項目に分けてどう、
どういう順番でどういう感じ方が現れるかというようなあの技術の方法で、結構それは割とあの、テスティングの中では割と一般的な方法を踏襲しています。伸びしろというのは何でしょう。まあ、その途中で、カミキリムシが美味しいという話になるんですね、昆虫食 の, あのやってる方が。で、なんですけども、カミキリムシを、まあ、僕の場合ですと、その、将来性を考えると養殖をしたいわけですね。なんですけど、カミキリムシというのは結構その、生の木を食って枯らしてしまうので、食べ残しが多いのと、たくさんのその木を必要とするという意味では、あの将来性という意味ではあまりあの伸びしろがないというふうに考えられます。なので、伸びしろがあるものをよりスコアが高い方向にということで、将来性も含めての評価をしてあのランキングをつける。本書の前半で佐伯さんは昔理学部の学生たちに昆虫食を試食してもらった時の思い出として、昆虫を美味しいと言わせるのは至難の業だった、それほどまでに昆虫は普通の味、もっと言えばそこまでして食うほどでもない地味さだったと語り、味の多様性、食べ応え、香りや甘みの強さなどで海産物にはかなわないと昔実感されたことを書かれています。昆虫食は全体として地味な味わいなのでしょうか。あの中にはその特徴のある香りや味のあるものっていうのはいるんですけども、全般的に昆虫は地味な味と言えると思います。地味というのは昆虫の味を、昆虫以外の、まあ、食べ慣れた食材で再現できそうというような意味があります。例えばですが、先ほどのセミだったら、ナッツと、鶏の、まあ、もも肉と、あとは燻製の香りで食感としては、ウインナー、そういうふうにあの分解できてしまう、分解して再構成したイメージを持つことができてしまうという意味では、すごく地味な味というふうに言えると思います。で、昆虫を食べた後に逆にそのエビとかカニを食べてみると、かなり泥臭い生き物であることが分かります。すごくその、嫌気発酵した、魚の悪臭物質がよく出ているので、エビカニをあのスイーツに合わせようとすると、まあ、絶望的に合わないわけですね。はい、なんですけど昆虫というのはそういう匂いがないので、あのスイーツに合わせることも十分できるという意味では、あの我々がその文化的にかなりあの、強い臭み、まあ、強い特徴のある食べ物をすでにこう食べ慣れてしまっているということが言えると思います。はい、逆に言うとその、まあ、今昆虫を食べ始めるという人に、その癖の強い、昆虫にしかない風味 の, あのものを食べさせて、もうあまりこう受け付けることのものではないので、将来的にその、まあ、地味な味の昆虫がある程度普及して、もっと美味しいグルメなものが欲しいといったときには、あの特徴の強いものが選ばれていくかもしれない。バレンタインにはゴキブリチョコの箇所では、長い期間食用のゴキブリに餌としてチョコレートを与え続けたら虫の香りが変わったというお話をされ、食用昆虫の飼育にはいろんな可能性があるのだと気づかされました。餌や飼育方法を調整することで味や香りにも変化をつけることができるということでしょうか。あのゴキブリチョコはかなり極端な例なんですけども、あの、ペット業界ではその生き餌となる昆虫のガットローディングというあの方法が普通に知られています。でカエルやトカゲというのは、あの生き餌、動く餌しか食いつかないので、あの粉末とかペースト状の栄養成分というのを食べさせることが難しいんですけど、それをまず、まあ、コオロギとか、まあ、餌の昆虫に食べさせて、それをさらにペットに食べさせることで栄養強化をするというようなあのテクニックがあります。で、そういうようなことを、まあ、イメージをしてあの食べさせて風味を変えるというのは、実はゴキブリ以外でも、いろんな昆虫で実はできました。例えばですけど、オンブバッタの仲間をあのミントで育てるとミントの風味がつくとか、あとはアゲハチョウの幼虫をあの、柑橘の中でも葉っぱの香りが強い山椒で育てると山椒の香りがつくというようなあの、まあ、あの飼育方法 の, あの改良ができます。
で、そういうような方法っていうのは、マダイの養殖でも実は行われていて、天然のマダイに比べて養殖のマダイというのは色がくすむことが知られています。黒っぽくなるんですけども、それを出荷前に、色上げという方法でその、体色を赤くする色素をたくさん食べさせることで、一気に色をきれいにしてから出荷するというような手法が取られることがあります。こんな感じで昆虫もそういうことができるんだろうなというふうに思っています。佐伯さんはご自身のことを虫ソムリエと語っておられます。虫ソムリエ、そして NPO 法人食用昆虫科学研究会が何なのか教えてください。これまで の, 昆虫食の活動というのをその、適切な人に適切な虫を、おすすめする虫ソムリエということで、活動をしてきました。で、最初にスタートしたのは大学院生でブログを作った時なんですけども、研究内容っていうのは論文になっていくものなので、そういう研究とか論文になるもの未満の個人の、活動とか、主観的な、チャレンジの部分を皆さんに公開してブログで公開してなんか、オープンにしてしまおうということで、最初にその虫ソムリエへの道ということで、ブログをスタートしたところが最初です。で、後から見るとそういうブログに対していろんな分野の人から声がかかるようになったので、そういう意味では研究にならない部分とか研究未満の部分をオープンにしてよかったなと思ってます。で、食用昆虫科学研究会に関してなんですけども、当初昆虫食を研究する大学院生とかいろんな研究室いろんな学部にパラパラといまして、それが2011年のことなんですけども、その時に研究テーマを持っててもその研究室の先生が必ずしも昆虫食に詳しいわけではなくって、でそうすると学生同士大学院生同士で一緒に議論する場所が欲しいなというところで集まりで、スタートしたのが最初になります。で、最初、そういう大学の学生だったんですけども、その後 NGO とか企業の方もメンバーに入って分野を超えて議論できる場所になっていったかなと思います。本書で紹介されているタイのバンコクにある昆虫食専門レストランインセクト・イン・ザ・バックヤードはレストランの外観もかっこよく料理も非常に洗練されていて美味しそうでしたが、日本にも佐伯さんから見て面白い昆虫食の食事どころは増えているのでしょうか。また日本の昆虫食文化は近年どのように変化してきているとお感じになりますか。そうですね、いろんな飲食店である、種の、飛び道具として昆虫食、食用の昆虫が出されているというのはよく見るんですけど、最近面白いなと思うのが、合同会社タケオという通販メインの、昆虫食の会社に技術顧問として参加しているんですけども、上野に実店舗があるんですね。で、すごく小さなお店なんですけど、最近ご近所付き合いができてきたという話を聞くようになって、すごく面白いなと思っています。近所に昆虫食の店があるっていうのは、多分多くの人はピンとこないというか、びっくりする経験だと思うんですけども、なんかその近所の小学生が遊びに来たり、で昆虫食を自分で調べて自由研究で発表したのを教えに来てくれたりするとか、あとはご近所のお店で、前から気になってきたけどなかなか入らなくてとうとう来ましたみたいなのに居合わせたり、僕が来てる時に居合わせたりとか、全くこう予想外のリアルなつながりができていくことでどう変わっていくのか全く予想がつかないというのが見てて面白いですね。そういう地域に根ざした店舗というのができることで、そのご近所とのつながりができていくとすごく面白いものができていくんじゃないかと。で、今の段階だとやっぱりまだ昆虫食に興味がある人同士が距離があるというか、その場所場所を超えて、オンラインとか実際に移動してつながっていくというのがこれまでの愛好家のつながりだったんですけども、そこからさらに、昆虫食なんか気にしたこともない人たちがつながっていくと、
さらに変な広がりができてくるんじゃないか。でもう一つ興味深いなと思ったのが、YouTube の人たちです、ね、で我々より若い世代で、昆虫食に対する、まあ、我々世代より上 の感覚というと、バラエティ番組の罰ゲームみたいな、気持ち悪いリアクションをして面白いみたいな、そういう、面白さというのが固定的だったんですけども、それが、YouTube の人たちを見ると、ただ普通に食べておいしく、もっとおいしいものを求めるというグルメ的な楽しみ方が普通になっていて、僕らが、まあ、我々世代が思うより若者というのはさっさと順応してしまうんだなと、うまい、いい意味で裏切られた気分です。本書を通じて佐伯さんがバッタとタガメに格別に強いこだわりを持っているように感じました。佐伯さんがぜひこれを食べてほしい、この美味しさを知ってほしいという昆虫は何ですか？そうですね、その僕の場合だとやっぱり自分の手で捕まえたものとか自分の手で養殖したものというのにやっぱり思い出が強くあります。で、まあ、私から手渡すというのはあんまり、なんかこう僕の影響、人からの影響を受けすぎていて、ちょっとそこは強調したくなくて、それぞれの人が昆虫と向き合って自分の力で捕まえたり自分の力で養殖したりして、味見をしてみて、でそういうことをやるとやっぱりもしまずかったとしても嫌な思い出ではないというところが面白いところで、やっぱり僕から提案するとすごくその相手に合わせて、外れのない味を提案するとは思うんですけども、それではなくて自分で探求していって外れもまた面白い思い出というふうになってくれた方が昆虫食の広がりとか、多様性みたいなのは伝わるのかなと思ってます。食べる側から食べさせる側へ、昆虫料理の安全管理と題した箇所では、虫の正しい食べ方とひどい食べ方について記されています。佐伯さんはご友人の虫モアゼルギリコさんと虫の食べ方に関する7か条を作成されました。罰ゲームやサプライズに使わないという条項にはなるほどとうなずかされました。虫を食べるとき、食べさせるときにはどんなことに注意する必要がありますか？そうですね、基本的にその昆虫食を安全に食べるための情報というのが、まあ、あまり広まってないという点を注意してほしいと思います。で、提供する側に回るということがすごく簡単にできてしまうというのも昆虫食の特徴だと思います。で、まあ、提供される側からすると、まあ、提供する側は知識があって当たり前だと思っている、立場にあるので、まあ、食品に関する説明責任を果たさなきゃいけないと思います。で、やっぱりいろんなイベントとか、現場を見てきて、その場のこうノリであるとか、その場の空気でこう生やし立てて食べようみたいな、そういう時に、昆虫食に対するそのリスクであるとかアレルギーの危険性を説明するというのが、省いてしまう人が多かったんですね。で、そういうのはやっぱりもし何か事故が起こった時に、必ずそのアレルギーとか食品事故というのは確率を下げることはできるんですけども、本人の体調による部分もあってゼロにはできないです。で、そういう時に僕としてはヒヤッとしてできるだけそういうのは説明するようにというふうに働きかけたんですけども、聞いてくれる人も聞いてくれない人もいました。特にその子どもに対してはその食に対して、食欲がまあ旺盛、広くあります。何でも食べれる時期というのが若い子どもの小さい頃はあります。何でも食べたいという、ことに対してその保護者がきちんと食べさせるかどうか冷静に判断できるように、知識を提供できるようになるというのがいいんじゃないかなと思います。で、そこから考えますと罰ゲームとかサプライズというのは事故の危険があるという、まあのはもちろん回避しなきゃいけないんですけども、僕が今活動しているラオスにおいてはその昆虫食文化、当たり前の食材として昆虫は食べられているので、そういうのを罰として使うという、そのゲーム、罰のゲームとして使うというところのそのリスペクトのなさというのもあまりよろしいものではないかなということで推奨しないようにしています。
昆虫を食べることを大きな声で言えない現状という箇所では、虫に対する嫌悪感ばかりではなく、虫を食べる人に対する世間の風当たりの強さについても書かれています。世間の昆虫食への差別感情は最近の昆虫食ブームの中で少しずつ変化してきているのでしょうか。そうですね、昆虫が嫌いという人が多いです。なので、その昆虫そのものへの嫌悪感と昆虫食への嫌悪感が混同されてしまっているというふうに感じます。で、メディアに多く取り上げられることで変化があるんだろうなというのは感じるんですけども、それがいい方向なのかどうかは正直分かりません。で、例えばなんですけども、我々は豚を食べるんですけど、豚肉を食べるんですけど、豚が好きだから食べてるわけでもないです。豚が嫌いだから食べてるわけでもないです。で、我々、僕は犬が好きなので犬の肉を食べたくないんですけども、好きだから食べるとか嫌いだから食べるとか、そういうものではないというのはそこからも分かると思います。で、昆虫に関してはすごく ありがたいことに、昆虫を食べる我々みたいな人と、昆虫を食べないけれども昆虫を愛好する人たち、昆虫の愛好家が一緒に情報交換できるというすごくいい場所ができつつあります。で、食べないけれども情報をくれたり、あとは食べないけれども昆虫の卵を分けてくれたりっていう愛好家の方もいて、すごく、人それぞれということがすごく徹底しているのが、その昆虫の愛好する業界かなと思ってます。で、一方でその昆虫が苦手で、昆虫が部屋にいるともう生活もままならないとか、昆虫の情報を得る図鑑を開くのもちょっと嫌だというような方にとっては、昆虫食が広がっていくとおそらくストレスが増えていくと思うんですけども、そういう人たちとまだきちんとこう、つながれてないというのが現状です。で、そういう人たち、食べなくて昆虫が苦手な人たちと、じゃあ昆虫食どうやって、広がっていったとして、どういうふうに取り扱っていこうかっていうのが一緒に話せる場所を作れればなと思ってるんですけど、まだそこに至ってないので、これからの課題です。本書の中で数箇所、佐伯さんがバッタの糞で作ったバッタの仮面というものが出てきます。これは一体何でしょうか。どうしてバッタの糞で仮面を作られたのでしょうか。すごいですね。裏側はこういう風になっててかぶれるように。ゴーグルがついてるんですね。そうですね、このままメガネのままこうやってかぶれるので。ちなみにやっぱ糞ですけど、はい、匂いってどうですか。バッタの糞っていうのは匂いそのものがほとんどないです。なんて言えばいいんですかね、お茶っ葉みたいな、草が、酸化発酵して、匂い立つような、そんな匂いがしています。完全に乾くほとんど匂いはしないです。で、これはやっぱ美術作品的な記念として作られたというイメージでしょうか。これはバッタの研究を、大学院でバッタの研究をしていたときにたくさんのバッタを育てていたんですね。で、僕の担当がだいたい8000頭ぐらいが飼育担当になってたんですけど、そうすると毎日大量の糞が出てくるんです。で、僕の研究自体はそのバッタを食用化したり飼料化したりする研究をやってたので、そのこうライフサイクルですね、バッタを育ててどんな廃棄物が出るかっていうのを考えたときに、バッタの糞っていうのが、バッタの体重の10倍ぐらい出るということが分かりました。で、そうすると、バッタの糞自体をちゃんとこう処理できる、方向性、利用できる部分を見つけないと、そのシステムというのはその大量の産業廃棄物を出すことになってしまうということで、糞をどうしたらいいかというふうに、燃料にしてみたりとか、あとは、マッシュルームを栽培してみたりとか、で、いろいろこう考えてみたときに、その昆虫を養殖するこう集落でどんなことが行われるだろうか、そういう、余ったバイオマスから工芸品が生まれるだろうかなことを思ってたときに、その僕のバッタの先生がアフリカで買ってきたお面がそのデスクのように飾られてたんですね。で、それを見て、あ、
なるほど、その集落でバッタのこう収穫祭が行われるときに、あの仮面をかぶったこう謝肉祭が行われるだろうというインスピレーションが深夜にやってきて、あ、じゃあ作ってみようということで最初作り始めた。どれぐらい時間かかったんですか、あの仮面を作るのは。最初は多分、延べで、9時間とか12時間ぐらいですかね。それが、第1から、これが第6個目です。あのよりかぶりやすく軽くという感じで、だんだん改良を重ねています。本書は昆虫食について書かれた本であると同時に、昆虫食との関わりを通して描く佐伯さんの自伝といった要素も色濃い一冊です。昆虫食の道を進んできた佐伯さんはラオスに行き着きました。なぜラオスにおられるのでしょうか。ラオスで何をなさっているのでしょうか。そうですね、そのラオスと関わりができるまでというのは、日本でその食用昆虫学研究会の活動として、昆虫は栄養があると、でだからもっと食べようというような活動をしてきたんですけども、そこに加入してくれたラオスで活動してきた NGO のアイサップの方から、ラオスではその昆虫をよく食べてるんだけども子どもの栄養状態が悪いというような話を聞いたのが最初です。それが2013年のことでした。でそうすると食べているのに栄養が足りてない人たちを、まあ、さておいて昆虫をもっと食べようというのはちょっと言えないなということになって、じゃあその彼らが何が起こ彼らの中でその、何が起こっているのかをまず知りたくて、2017年から昆虫を含めてその彼らの栄養改善に、必要な、まあ、効果的な食べ物は何だろうかという調査から入りました。それが結論として昆虫でなければそれで終わりだったんですけども、結論で言いますと、その彼らが足りてない栄養 と、マッチする昆虫が見つかったというのと、それらが養殖できて、でさらに言うと高く売れることが分かったので、そうすると、彼らの所得改善、所得向上というアプローチから、売るという、売って栄養のあるものを市場で買って帰るというようなモデルを立てて、その時にもし市場に行って売れなかったとしても、売り余った昆虫を自分のお家で食べることで栄養に関してはマイナスにならないようにサポートできるんだろうというような、二段構え のモデルを立てて、それで、まあ、マッチングをして、でそれが2020年からの JICA のプロジェクトとして、さらにその世帯を広げるというところまでつなげることができました。で、今そのラオスでやってるというのは、食べたくない人に食べさせようという日本での活動とは全く違っていて、もうすでに食べているんですね。食べていて、それが美味しいと皆さん知っていて、でそれが、価値が高いと、1キロあたり1400円なので、牛肉の 1.5 倍ぐらいの値段です。で、そういう意味で価値が高いことを知っている人たちに、その、まあ、入手方法、野外から取って食べるよりは養殖して、食べた方が時短にもなります、効率的に取れます、という提案をすることで、彼らの食文化から新しい、西洋が生まれればいいなというふうに考えています。でなので、その今その、ま、すでに食べている人をサポートして、食べている人が得する社会の仕組みを作っていこうというようなところが今の大きなテーマになっています。で、そう考えると、その今、マウスの農村部というのは昆虫食が残っている地域と、まあ、世界的に言うと貧困地域というのは重なり合います。で、まあ、緑の革命というのは1960年代にその昆虫食が、農業生産がこう、倍増した時期があったんですけど、それは、肥料、化学肥料と品種改良と、あとは殺虫剤によって増産が成し遂げられたんですけども、私たちが行っているラオスの農村部というのは、現金所得が、月1000円いかないというような地域が、月1000円いかない人が、まあ60% から 70% というような地域ですので、まあ、とてもその、
品種改良された種であるとか化学肥料であるとか、殺虫剤っていうのはいまだにこう手に入らない、まあ、緑の革命がすでに届いてない地域です。でそういうところに昆虫食が残された。他の地域では殺虫剤を使うので昆虫が減っていきますので、昆虫食文化っていうのはなかなか維持できなくなってきます。でそういう意味で、昆虫食文化取り残されたというのと、まあ、あの食の、緑の革命から置いてきぼりにされたというところというのが、まあ、重なってきますので、そういう意味では昆虫食の、価値が見直されてきたというのが、2013年からの動きなんですけども、それは、あくまでその食、地球温暖化に対して温室効果ガスを出しにくい昆虫がいる と、ということが、まあ、注目されて の再発見ということだったんですけど、それまでやっぱり先進国はミスミスこう、見過ごしてきたわけですよね。でそういうところ、そういう先進国とその貧困国の、格差というところを考えると、やっぱり貧困地域の人たちが昆虫を使って、きちんとその生活が向上していくというところからスタートするのが、一番倫理的な方法じゃないかなと思っています。でそれをしなくてその、まあ、大きな企業が昆虫食にまた目をつけて、まあ、たくさんのマーケティングをして、それが、まあ、大きく儲けたとしても、それが昆虫食文化のある地域に還元されない、昆虫食を昆虫を食べてきた人たちに還元されないっていうのはあまりいいことではないなと思って、まあ、ラオスを拠点にしたいな、これからも。